クラシックパワー延期になってしまった。コロナぶっころ。皆さんこんにちは、93キロ級パワーリフターのハリーです。本来ならジャパンクラシックパワーの日でしたが、大会1週間前を切った月曜に新型肺炎コロナウイルスの影響により大会日が7月に延期になりました。ただ最終調整までせっかく行ったので、他の参加メンバーと一緒にノーリミッツの全面協力のもと模擬試合を行う運びとなりました。今回は14時検量、16時試技開始、種目間のインターバルは30分と本番よりやや厳しい時間割です。そして見事オーナーの目の前で行う体重検量では 92.8kg と無事にクリアするハリーさん、目標であるトータル 730kg には届くのでしょうか。ちなみにノーリミッツのスクワットシャフトはプレートがラックにぶつからないように1キロの重りが内側についている関係で、外側に小さなプレートを装着することで細かく調整が入っている点はご了承されたし、はい、では257の大試技バーグローディング大事です。ラック安定、いいよ、ゴーラック安定、いいよ、貧乏にも買うからな、三つ、白に焼かれてバランスを崩しただけなんで全然大丈夫です。
成功です。マジ。マズローです。マズローですよ。東京都ローリミッツ所属、風間投資選手、ヒットユーチューバーの最高峰を目指します。めちゃめちゃ重いです。めちゃめちゃ重いです。でまずは数年ぶりの自己ベストタイスも。そうですね。710なんで265、195、250で710。2012年以来。ようやく戻ってきました。次取ればもう自己ベストだ。バーズロレット、東京都ノルミス所属、風間投資選手。720kgへの挑戦です。
めっちゃうまい。バッコイさんが。これ試合形式とかの本場でかいけど、ここまで来てないめっちゃうまい。面白いね。とりあえず自己ベスト10キロということで。ラズロですとは、東京都ローリンズ所属、カザーリ・トール選手、265キロへの挑戦です。10kg ということで、なかなか大会の実戦形式で記録を出すのは難しいなと思いましたが、これに懲りずに頑張っていきたいと思います。全員に受けて喋ってるよ。